こんにちは、シーバードです。今回はボックスのアンプ、パスファインダー10のレビューになります。一本ね、このパスファインダー10の動画上げてるんですけれども、ズームの MS50G とですね、組み合わせて鳴らしてみました。それをね、ご覧になった方がですね、このボックスのパスファインダー10だけのですね、レビューを上げてほしいというところで、今回動画撮っております。このパスファインダー10のね、特徴としては、まずね、安い。これ5000円台で買えるんですよね。そして、おしゃれ。で、操作が非常に簡単で、結構いい音が鳴るというところで、めちゃめちゃ売れてるアンプのようです。楽器屋さんもね、ゴリ押ししてるみたいですね。なので皆さん一度はね、目にしたことがあるかと思うんですけれども、今回ですね、このボックスのパスファインダー10はありなのかなしなのかというところでレビューを取っていきたいと思います。まずはね、サイズ感から見ていきましょう。コンパクトエフェクターと比べるとこんな感じです。僕の体感的にはですね、結構でかいなっていう印象でしたね。僕が普段使っているのはローランドのマイクロキューブ、比較するとこんな感じです。奥行きに関してはほぼほぼ同じです。裏をご覧いただきましょう。大きくしたのにはですね、意味があるのかなというふうに僕は思っておりまして、というのもですね、スピーカー自体はこれぐらいなんですよね、サイズが。なのでこんくらいの大きさにもできたと思うんですよ、マイクロキューブと同じぐらいの。でもあえてここら辺の空間ですね、これはね、やっぱり箱なりを意識してこのサイズにしたのじゃないかなと。このサイズ感にもしっかりとした意味があるんじゃないかなというふうに思いました。で、気づいた点としてはですね、パスファインダー10なので 10W かと思ってたんですけれども、こちらご覧ください。 15W で書いてますね。続いてつまみを見ていきます。非常にシンプルですね、わかりやすいです。インプット、ゲイン、オーバードライブ、クリーンの切り替えチャンネル、トレブル、ベース、ボリューム、ヘッドフォン、ラインアウト、で、パワーのオンオフ。ミッドのつまみがないっていうのもこれまたすごいですね。なかなか思い切ったなというふうな感じがします。まあ、非常にシンプルで良いかと思うんですけれども、個人的にはね、やっぱリバーブは欲しいなぁと。いう風な感じはしておりますが、まあリバーブがついてると5000円台でリリースするのはやっぱ非常に難しいですよね。限りなくシンプルな設計スタイル、そこに特化したんでしょうね。で、ここにですね、ラインアウトがあるので、今回はね、マイク取りプラス最後の方にですね、ライン録音もね、試してみたいと思います。いい感じの音ですけれども、ちょっとね、やっぱね、ベースが足りないのと、ハイがきついなというのがあるので、ちょっとね、いじってみますね。個人的にはね、これぐらいがちょうどいいかなと。ちょっと他にも試してみましょうか。
うん、やっぱりね、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。そしてここにね、リバーブをちょっとね、足してみると、やっぱりリバーブがあるとね、雰囲気出ますよね。続いてオーバードライブです。独特なサウンドですね。ギャイン、思っていたよりもギャインって感じで歪みますね。うん、やっぱりオーバードライブもね、ちょっとベース足してトレブル削った方が雰囲気的なものが出ます。ちょっと独特でオールドな感じのですね、歪みだなと思います。では続いてクリーンチャンネルにして自分の好きなエフェクターをつないでみたいと思います。皆さんね、やはり歪みにはそれぞれこだわりがあるかと思うので、コンパクトエフェクターで鳴らしたいという方が多いかと思います。エフェクトのノリがどんな感じなのか見ていきたいと思います。やっぱりですね、ちょっとね、ベース足りないなと、トレブルきついなと。これにリバーブを足します。非常にエフェクトのノリも良くてですね、いい音で鳴ってくれるなというふうな感じがしますね。
というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。ボックスパスファインダー10、総評的に言うと全然ありですね。この値段でこのクオリティはすごいと思います。まあ、ただね、やっぱりね、僕の中ではリバーブがあった方がいいので、マルチエフェクターとかと組み合わせるとやっぱりいいかなと思いますね。リバーブはね、あった方が弾いてて気持ちいいっす。あと歪みもね、個人の好みがあると思うので、マルチエフェクター1台とボックスパスファインダー10、この組み合わせで十分ギターライフ楽しめるんじゃないかと思います。中古だともっとリーズナブルな価格で手に入れることができますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。